辻博&猪俣誠司&勝と言います。よろしくお願いします。皆さん大丈夫ですか？結構長時間になってるんで、ちょっとこう背伸びとかして、こうちょっとうおーうおーとか、こうちょっと伸びとかした方がいいかも。あとね、2組僕と入れて2組ありますんで、最後まで楽しんで帰っていってほしいなと思いますんで、ちょっと伸びなんかしてくれるといいかなと思いますんで、そうですね、声を出してうおーとか言いながらですね、ちょっとストレッチをしないとね。僕らはずっとオリジナルをやってるんですけども、とは言いながらも僕、関西人で、こっち出てきてまだ1年なんですよ。なので右も左もわからなくてですね、友達もおらんもんですから、友達になってください。でここにいる猪俣誠司さんに、拾われて、ようやくこの素晴らしい愛知県での音楽をできることができました。こうやって今日ね、一人一人の方に出会えたことに感謝してます。ありがとうございます。じゃあまず1曲目なんですけど、 Life という曲なんですが、これはこっちに来てから作った曲です。聴いてください。
イエイ。ありがとう、ライフという曲でした。ありがとうございます。いや今日ね、本当にこのボッパーさん出させていただいてありがとうございます。ずっと聞いてて本当にね、僕さっきも言いましたけど、大阪出てきて1年と1ヶ月ぐらいなんですけど、大阪じゃない、こっち出てきてで本当にね、ちょっとなんか仕事でも一人ポツンってなっとるし、なんかなかなか大阪弁も喋れんし、なんかずっと標準語で喋らなあかんってずっとこう気使っていっとるんですよなのでそんな中でなんかね、今日すっごいね、もうはじめのトミーさんとか浜永さんとかもうみんなね、すごいあったかい曲箱立てて、うわなんかいいなって思って、なんか向こうに座ったんですけど、正直ねちょっと泣いてたんですよね夢ギターとか戦争のね歌とかすごいいいなと思って、で僕も暑苦しいって大阪で言われてて、おめえ暑苦しいわってずっと言われてたんですけど、いや暑苦しいいいですよねいや本当にね、人ってなんていうんですかね、本当に純粋にこう寂しい時とか寒い時とかもそうですけど、あったかいってやっぱ人間ってすごいなって本当に思えた。今日本当にまた感動させていただいて、本当になんか音楽ってやっぱいいなって、なんかすごい、なんか知らんけど僕自分が歌ってないのにすっげーなんか音楽やけてよかったって本当に思えたんでありがとうございますいや本当にこうやって音楽をね通して、こんないろんな方々にまたこうやって素晴らしい熱い人たちに出会えたことに本当に感謝してます、次の曲なんですけど、まあ、ちょっと僕結構ずっとオリジナルで3歳の時から作って歌ってるんですけど、で、すごいね、なんか悲しい曲ばっかり最近作っちゃうんですけど、嫁3ヶ月の花嫁でしたっけっていう、なんか小説なりドラマなり映画なりがあったかとは思うんですけど、まあ、僕も結構ね、なんか、すごい好きだった人が、高校生の時なんですけど、すごい好きだった人がね、まあ、亡くなっちゃって、なんかすごい自分の無力さをね、なんかひしひしと感じて、でも何にもしてあげられなかった自分がすごい悔しくって、そんなことをこうなんかその余命3ヶ月の花嫁でしたっけとなんか被って、でちょっと作った歌があります。すごい切ない歌なのでちょっとしんみりしちゃうかもしれないですけど、聴いてください。約束。Yeah.
丈夫、いつも来てくれてありがとう。僕を気にかけ、小さくささやく。本当は自分の方が辛いのに、精一杯見せる変わらない笑顔。何を失っても構わないけど、どうか僕から君だけを奪わないで。遠く離れても僕はずっと一緒にいるから、どれだけ日々が過ぎ去っても愛しているから。実際の道、白いドレス、力いっぱい抱きしめたまま、何度も何度も君の名を呼び続けた。あどけなく微笑んだまま、僕の中で飛び立った。見た目なんかこう、おいおいとか言われそうな。ヨーとか言いそうなのに、すげえなんか、めちゃポップなんか歌ってるんですけど、ね、そう昔からそうですね。そう、なんかパンテラとかやってそうとか言われるんですけど、全然全然めっちゃ優しい歌ばっか歌ってて、なんか全然ギャップが激しいねって言われるんですけど、この辺でちょっとねライブの告知をしたいと思います。本当にね、僕こっち来て真なしなんで、あの知り合いもいないもんですから、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思うんですけど、ライブハウスでやるのは、12月の20日に岡崎カムホールというところで、ライブをさせていただきますので、もしよかったら遊びに来てほしいなと思います。あとちょっとまだはっきり分かってないですけど、12月の8日にどっかのスーパーで3曲だけでしたっけ、アンジョのどっかのスーパーで歌ってますんで、もしよかったら、あ、そういやあいつ歌っとったなって思い出したら行ってほしいなと思います。アンジョの横山水晶、そうですね、はい、どうかしらけど
そうだね、僕は安城住んだけど、クスノキハウス。クスノキハウスだそうです。ぜひぜひ来てほしいなと思います。あと、先ほど言われてましたが、20日のカムホール、自分自身のことになるんですけど、他にもいろんな方とパーカッションでサポートさせていただいておりまして、その日、20日の日は、八千丸さん、西尾の方なんですけど、その方とも一緒に2ステージ僕やりますんで、またよかったら来てください。よろしくお願いします。あと、ここに出るのはまた2月の、2月の16日、ここで八千丸さんとまた一緒にやりますんで、僕もね、1月に出る。一人でね。僕またおらんな。俺なんかまた寂しいなって、家帰りなんと。1月に野本さんはここまた今度はソロでやるんだそうです。猪俣誠司、よろしくお願いいたします。また光弘さんともね、これからまたちょこちょこコラボさせていただいてまいります。はい、よろしくお願いします。ちなみに言っとくと、僕と光弘さん、同じ誕生日。そうな誕生日。2月4日なんで、2月4日になったら何かください。ちょっと口ネタでしょ。そうですよね。じゃあちょっと僕らの曲では結構ノリのいい曲を次にやりたいと思います。ぜひ手拍子をいただけたらと思います。さっきこれ早かったよね。そう。今日この曲早くていいのね。あんま早すぎるとめっちゃ早口になっちゃうんで。じゃあ、聞いてください。光の速さで秒速30万キロ。We got
僕の想いが流星のように、たとえ散り変えようとも、フライヤーを渡していない方は、私に行きたいなと思いますけども、まあ、大阪でね、やった時に、僕ずっとバンドやってたんですけど、その時の YouTube とか、一人でやった時の YouTube とかが結構 YouTube で流れてるので、フライヤーにある、ブログのリンク集ってところで行ってもらうと昔の曲が聴けたりします。めっちゃ息切れてるけど水喋ってください。マイクない、マイクない、残念マイク。ね、僕いつも思うんだけど、ちょっとデカすぎやね。いや、そうね、そうだ。あ、これこれ、やっぱイメージっていうのがあるので、水がね、うん、まあ、MC のネタに使えるんですけどね、僕らこんな感じでやってます。もうバンドとかユニットの名前考えるとめんどくさいんで、ずっと全部名前をつけました。よかったら今ベースも募集してます。ね、鍵盤も募集してます。名前がどんどん長くなっていくんで ね、 ね、サポートメンバーですよね。まあ、KTSU.、もう KA ぐらいまでメンバーになってるもんね。チャッさんの、ね、KTS ぐらいまでは、あと U だけだなっていう。そうですね。来れる時に来てもらえます。ぜひ路上とかもね、バンバンやっていこうと思ってるんで、もしよかったら一緒に遊べる方は絡んでほしいなと思いますんで。ウッパーさんもちょっと使えるね。そう。いや、むちゃめちゃ使えます。いいところです。ぜひぜひ出させてください。お願いします。そういう感じの県民だけど、ここも近い。近い近いですね。トヨタのロキン遠いですね。めちゃめちゃいいライブハウス出させてもらって、今日は本当に。日頃のこうなんかネガティブな気持ちがどっかぶっ飛んじゃいました。普段ネガティブでずっと喋らないです。いやでも本当に音楽っていいですね。本当に音楽を続けてきてよかったなって思います。今日こうやって出会えた一人一人の方に本当に一人一人に本当にありがとうっていうことを伝えたくて、本当にありがとうございます。こういう場をね、与えていただいて、またこういうふうに出会えたことは偶然ではないと思うので、縁っていうのはきっと意味があるものだと僕はずっと信じているので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ごひいきに。では次の曲がもう最後なんですけど、無理やりやけど、めっちゃ無理やりやった。アンコール来てるの俺じゃない。ないね。ボッパーズさんが素晴らしいライブバーだからだと思います。すごいね、なんか、なんていうんですかね、心がほどけていくというか、すごいいい、こう、
態で音楽ができるのはこの素晴らしいボッパーさんと、またこの素晴らしい皆さんがいるからだと僕はそう思います。で次の曲で僕らミティール&猪俣誠司&カツは最後なんですけど、また弾き足りないなって思う方はぜひぜひいろんなライブに遊びに来てほしいなと思います。新曲もどんどん作っていくと思いますので、何卒よろしくお願いします。じゃあ最後の曲聴いてください。ベルベットメロマ、描いてる夢を君が
歩めているなら、この歌をずっと君に寄り添うよ、にそっと歌うよ、どこにいたって Oh,